はい、こんにちは。日本語先輩です。今日の表現は、この、お迎えという言葉です。この意味は、駅や空港に到着した目上の人などをお迎えすることです。picking up an order or higher position person at station or airport となります。正しい使い方、collect use を紹介します。お迎えに来ました。 もう一度、お迎えに来ました。I came to pick you up となります。続きまして、間違った使い方、long use を紹介します。お迎えが来ました。もう一度、お迎えが来ました。こうなると、you are going to be dead と,という意味になり、あなたの死ぬ時期が 近づいてきました。もうすぐあなたは死にますよ。という意味になります。日本語は主語を省いた表現が多いですよね。最初にお迎えに来ましたというのは自分が主語ですが、この場合のお迎えが来ましたの主語というのは、あの世、要は天国から来た、要は、まあ、天使かわかりませんけど、そういった人が、まあなたを天国にお迎えに来ましたよという意味になって、 死ぬ時期が来ましたという表現になります。そのため、お迎えに来ましたを間違ってもお迎えが来ましたとは言わないようにしてください。以上です。